こんばんは。今日はね、ハゲるよ。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 帰ってよ、あんま帰れるみたいな、あれですね。やめな、帰るよ、そうなんだけど、帰るよ、上のことが来たのね。で、その気持ちが、こうやって、パワーくせえってことなんだと思うんだけどさ、不思議よ、今、言ってるよ。なんか無理して、こまえやめな、帰るよ。行かせないのが嫌だけど、シーフじゃないから、もう一回行ってないって、めっちゃ喋ってくる。で、俺が、いや、さっき、シーフじゃ間違えられてもらえると、こうやって、行ってらっしゃらないって、言うと、そうなんだよね。言えん?は?なるほど。無理だな。喋ってたから、ワンテンパラ、ゆっくり行くし、シーフじゃ、早いかも。シンクアンドごめん、行ってしまった。そうすると、今の子だったら、母親でもできるけど、生活がないと、そうすると、何をってさ、なんかしないけど、めっちゃ失敗なんて思って。シンクアンドの条件が変わることなんですよね。それは場所が違うし、シンクアンドほら、大好きだって言ったら、なんかもう面白いさ。マジ意味わかんない。で、だよ、初めてに、下がる、やめなくて、不安なの、だから、これが、どうするか、話したんだよ。その時に、手を手を取り、行こうって話になったのね。そしたら、じゃあ、一回ほら、下がる、話して、水があったら、なんだっけね、もうちょっとさ、思うに来たら、気にするよ。また行こうねって言われたのよ。それが3ヶ月。プランナーやっぱり安定を分けてくれる。しかも、電話に入ったことさ、覚えてない。で、その僕の人生は、だいたい11年の終わりから10年の初めくらい前なんだけど、だけど、日が来たら、そのための僕なんだよ。それを言われても、また、一年待って、奈良の竜ちゃんの募集まで待たなきゃいけないの。別に、俺は、それをある意味、言い訳できるから、いいっちゃいいんだけど、問題なのは、シーフの、シーフワーカーの、シーフワーカーって、それ、全然したいから、まだ、いろいろ、めんどくさいんだよ。でも、もう、いつも動かないと、決めづらい。時間ないし、自分で動くしかないと思って、苦労、人生になってあるのを言って、授業室で、何でしょうか、食べるのを教えてもらってきたんだよ。みんな、寝まして、聞いてるじゃん。そしたら、やっぱり、個人の申し込みは、寝まへんと、そらへんを、そらへんと、なって、まあ、ですよね。ってことはさ、ここへ来るのもう、プランナーが仕事をしないようになるじゃん。ここでプランナーに出まして、自分でできるのをやってみよう。最後は、それを言って言われたんで、お願いしますって言ったら、まさかの、3ヶ月で何もしなかったプランナーが、出ましては1月で、全部アポ取ってくれてね、それで仕事をしなくなったんでしょ。うざいよね。死ねばいいよね。っていうのが、だいたい今の状況ね。はい、そうなんで、今日は、俺が、ハゲるのやめてたの、ハゲるっていう、
留言してもらっても嬉しいです。あとよかったのはまた無事に戻れるってことで、じゃあ